80年代の大ヒットドラマ、スクールウォーズで、主人公と激突する不良生徒の大木大輔役で大ブレイクを果たした俳優の松村雄基さん。今年でデビュー40周年なんだとか。2019年のラグビーワールドカップ関連のイベントで、久しぶりにお姿を拝見し、あまりの変貌ぶりに驚きを隠せませんでしたが、何があったのでしょうか。気になったので調べてみることに。松村雄基さん、本名は松村典之さんとおっしゃり、生まれも育ちも東京の、1963年生まれの56歳。聞くところによると、松村雄基さんの生い立ちは壮絶なものだったと聞きます。理由は分かりませんが、幼い頃に一家離散していて、幼少から母方の祖母との二人暮らしで、その上、小学校の頃にはすでに新聞配達の手伝いをしながら家計を助けていたそうです。まさかと思うかもしれませんが、小学生の頃は相当な運動音痴で、中学2年から3年生までは生徒会長を務めるような優等生で、性格はおとなしくて人見知りという典型的なインドア派だったそうです。ドラマでのあの鋭い眼光とキレのあるアクションからはとても想像つきませんよね。そんな松村さんの芸能界入りのきっかけは、中学生時代の同学年の母親から知り合いの芸能事務所社長を紹介されたことがきっかけだそうですが、もともとは同学年の女の子が母親に勧めたことが発端だったそうです。なるほど、モテ男だからかと思いきや、勧めたその理由がまたとんでもなくて、生徒会長だった松村さんの喋っている姿を見ていて、汚い芸能界でも生きていける、何かずうずうしいものを感じたからというものだったとか。しかもその女子生徒には当時イケメン彼氏がいたにもかかわらず、なぜ彼氏ではなかったのか、この理由がすごくて、彼氏には汚い芸能界に染まってほしくなかったからなんだとか。しかし最終的に決断させたのは、一緒に暮らしていた祖母の鶴の一声だったそうです。もともと芸能界なんて興味なかった松村雄基さんの芸能界入りのキーマンは祖母だったんですね。その祖母とはどんな人かというと、元気な頃は詩吟の先生をしていて、自宅に生徒を集めて教えていたそうで、元は士族の生まれだったことから、礼儀や敬語に関しては特に厳しく、食事の時は正座で黙って食べるのが基本だったそうです。松村雄基さん、2年間ほど演技のレッスンを受け、1980年高校2年の17歳の時にドラマ「生徒諸君」でデビュー。1984年ドラマ「不良少女」と呼ばれて、同年「スクールウォーズ」、1985年「ポニーテールは振り向かない」、1986年「花嫁衣装は誰が着る」など、次々と名作と言われる大映ドラマの主要キャストで活躍していたはずですが、1990年代後半になると様子が変わってきたのです。ドラマではどちらかといえば脇役が増えて、2時間ドラマ枠やスペシャル版などへシフトしていきました。2000年代に入ってからというと、話題の連ドラへの出演もなく、単発の出演が多くなって、映画や歌でも活動されていますが、それほど注目されることもなく、まるでテレビ業界を干されたような状態になったのはなぜでしょうか。さらに調べてみると、それには2つ理由があったのです。1つは育ての親のおばあさんが深く関係していたということです。というのは、松村さんのおばあさんは、松村さんがデビューした翌年、18歳の時に脳梗塞で倒れて、後遺症のため介助が必要になったからです。当時
お風呂がなかったため、銭湯までおんぶして行ってたんだとか。その上に、おばあさんは、昼夜、逆転していたため、おばやおじいっかと交代で、夜は起きて付き添っていたとか。普通なら、文句の一つでも言いたいでしょうが、松村雄貴さんは、ハードスケジュールだったにもかかわらず、逆に楽しんでいたとも言います。帰ってきて、おばあさんに、セリフを聞いてもらってたのだとか、おばあさんも孫の出ているドラマを見て喜んでいったそうです。でも、松村さんは恥ずかしくて、おばあさんに見た感想を聞けなかったそうですね。しかし、介護を始めて8年目には、認知症の症状が出てしまい、ギリギリまで自宅介護したのですが、認知症が進行してしまい、10年目には自宅では限界となり、施設に入ってもらったそうです。その話も手続きも断腸の思いで、松村さんがおばあさんにされたのだとか。それでもおばあさんは、いいよ、おばあちゃん、行くよ、と言ってくれたんだとか。胸が締め付けられますね。入所後も暇さえあれば会いに行っていた松村さんですが、おばあさんは10年後87歳で眠るように旅立たれたそうです。まだ一緒に暮らしていた頃、夜中に2人で話していると時々はっきりすることがあって、その時は楽しく思い出話をしたそうです。孫として向き合えた時間こそがかけがえのない宝物になったとか。まさに20年間にわたってハードで不規則な仕事にもかかわらず、こんな風に思えるなんて、松村雄貴さんはどれだけ人間的に素晴らしいんでしょう。ですから、おばあさんがその理由の一つというのは逆に失礼かもしれませんね。二つ目の理由としては、主戦場を舞台やミュージカルへと軸足を移したことによって必然的にテレビでの露出が減っていったということがあります。2000年超えてからは顕著で、年間4本も出ていることもしばしば。なぜそうなってしまったのか、その真相についてはわかりませんが、故八千草薫さんや藤山直美さんだとも共演してらっしゃいますから、当然大きな舞台でのオファーも多く、何より舞台の方が楽しいからそうなったのかもしれませんね。とはいえ、全くテレビに出てないわけでもなく、2020年にもドラマ「美食探偵明智五郎」に出ていますので、干されたというわけではないようです。そんな松村雄貴さんも、気づけばあらかん男前でスタイルも良く、モテないわけがありませんが、まだ一回も結婚してないそうです。一体なぜなんでしょうか。さらに調べてみると、今までに噂になった人は数名いらっしゃるようで、ドラマでの共演者の中で2人、伊藤和恵さんと川上麻衣子さんと噂になっていますが、特に川上麻衣子さんとは1992年に恋人宣言をされて、家族ぐるみでのお付き合いでしたが、結局は成就しませんでした。そして最後に衝撃のお相手がいたのです。その人とはまさかの限界突破サバイバーのキーちゃんこと氷川きよしさん。2010年ラブラブなツーショットを某週刊誌にスクープされたのですが、2014年にも再びスクープされ、これはもう間違いないとまで、しかもそうであることを裏付けるような行動がありました。というのも、松村雄貴さん突如シャンソンを歌い始めたのです。ある事情通の話によれば、ほぼほぼそっち系であることを、そうすることで暗に匂わせたのではとのことですが、松村雄貴さん、あるインタビューで自身の人生観について、愛する人がいても最終的には一人なんだなと思います、人生はその孤独を楽しむぐらいであるべきなんだ、何か意味深にも取れますが
単にそういう人生観が理由で、今後も独身であることも予想されます。しかも血筋なんでしょうか。書道家として師範の資格を持ち、内閣総理大臣賞を受賞していますし、茶道も習っているようですね。松村雄基さん、80年代のイメージとは違い、いつもニコニコしていて、礼儀正しくて感じのいい方で、人間的にも素晴らしい人だと分かりました。これからも応援したいと思います。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は松村雄基さん、実際の姿はとても優しく、心温かい方なんですね。しかし、今年はコロナ禍で、舞台公演も厳しいかなと思います。できればドラマでまたお姿を拝見したいですね。それではまた次回お会いしましょう。